んにちは、俺ちゃんです。郷大です。モトクロスビレッジの午後の2本目ぐらいかなの模様をお送りいたしますが、もうこの11月も下旬となってくると、もう夕日がね、早いんだわ。日が短くて、ほらもう眩しい、前が見えづらい。このように非常に走りにくい状態となります。練習する方はお気をつけてください。視界がすごく悪いんだよ。視界が悪いし、路面がちょっとなんかまだ若干水残ってるし、怖えな。で、この日はですね、ちなみに久々に会う人がいて、タイタンマンと、ユージさんが来ております。タイタンマンはモトクロスとかエンデューロとかやってるガタイのいいあんちゃんで、ユージさんはハードエンデューロメインでクロスカントリーもやってる、気合がやべえエンデューロライダーですね。なんか説明がすごい雑だけど、今右前にいます。ユージさんがマシンがハスクの TE300i というツーストの 300cc という、ハードエンデューロモデルですけども、これでモトクロスの練習をしておりますと。で、ハードエンデューロライダー、口が回んねえな。ハードエンデューロライダーっていうのは大体ね、一般的にあんまりスピードができる出るね、競技得意じゃないんですよ、あの人たちは。でもこの人はね、黒缶でもわりかし速いから、何にも教えてなくてもね、モトクロスコースで普通に速いからね、嫌です。多分モトクロスさんを買って1、2ヶ月真面目に練習したらもう俺勝てんわ。あー、タイタンマン来た。タイタンマンがフープスで暴れてる。すごいすごい、前を突っ切ってったぞ、あの前、ユージさんと。ちなみにこの時2人はね、お互いのこと知らない人なんですよ。実はなんか一回白井、ハードインデューロの白井っていうコースがあって、そこで一緒に練習したことがあったらしいんですけど、この時お互いはお互いを気づいておりません。俺はもちろん2人ともこの日朝狂ってしてたからあれだったんだけど、タイタンマンね、怖えわ。やつはフープスの近くでやつと会いたくてよ。さあ、タイタンマン、でもこれこけたね。はいはい、こけました。俺ね、予想通りこけたんだよ。俺絶対この日、この枠入るときにタイタンマン俺こけるって分かってたんだよ。絶対こけると思ってた。俺が見てないところで結構こけてたらしいしね。あー、タイタンマン速くてかっけんだけどね、このこけっぷりはちょっと見習いたくねえんだわ。続きまして、これ最後の一本かな、この日最後の一本の練習です。日がもうかなり傾いてて、逆光になるとかなりもう見えないですね。路面は良くなってきて俺の好きな感じになってきたんですけど、いかんせんね、視界が悪いです。さあ、前にいるのは多分マシン TM かな、元日の中級枠にいるかなり速い人だったかな。この人確か速い。でもなんかこの人はなんかね、調子が悪くそう。俺に気づいた途端になんかライディングが荒くなってきたぞ。なんかでもいつもよりキレがないんだよな、この人。もっとキレがあると思ったんだけど、マシン乗り換えか、それともこの夕日が眩しすぎるのか。まあついていけそうな感じだから、ちょっとついていこうと思います。ちょっと、あ、横並ぶの怖い。そしてチラチラ俺のことを見ている。なんだあれ、多分ね、あれ、こいつこんな速くなかったろって思ってるんで、確実にね。速い人来た。すごくじっくり抜かれた。今インからじっくり抜かれた。どういうこと、あんな抜かれ方ある。俺、あれもしかして俺じゃなくてこの人たちが来るのを、あの前の TM の人は気にしたのかな、これ。そういうパターンか。いや、はーいや、あの二人あっちまん抜かしてたわ。すげえな。あれ、中級枠だよ、ここ。上級枠の速さじゃないか、これは。俺 59.2 出してるから、多分頑張れば58秒で走れると思うんだけど、あっさり抜かれたぞ。あっさり抜かれるってことは、だいたい2秒以上ね、タイム差あるんですよ。56秒ぐらいの人かな、あれ。
それぐらいだな。最低でも57秒前半を出てるはずだな。まあいいや、とりあえず俺は前の人に頑張ってついていこうと思います。なんかやっぱりサスペンションいいやつだからね、ちょっと調子いいかもしれない。ちょっと慣れてきた。ついていけるだけついていこうと思います。さあどこまでついていけるかな。もう何周か、さっきはちょっとところどころインを差し込めていけるから、この先だね、この先ちょっとインをね差し込んでいこうと思っておりますけれども、どうしてどうしてこうなるの。あれ俺これ似たようなことを前のレースでやったな。あったな、こういうことが。あの時は確か前の人足骨折させたな俺。今回は大丈夫そうですね。大丈夫ですよね。はい、大丈夫そうでした。はい、また次回に。この動画がすごく良かったって思ったら、動画右下のサンクスボタンから投げ銭で応援をなさって。